はい、ありがとうございます。先ほどまではタカさんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、はい、大学院に進学するっていうところまでお伺いしたんですけど、はい、MBA を取るっていうところになった後で、そこの間でですね、途上国とかって行かれたりしたんですか？行きました。あ、そうなんですね、はい、どこ行かれたんですか？バングラデシュですね。それは何か制度を使って行ったとか？最初に行ったのはインターンに行ったので、インターンに行かれたんですね。インターンに行ったといっても特に制度も使わず、はい、自分で自力で行ったそれは何か募集があって応募したっていうことですかね？いえ、何もなくてですね確かに今思うと作ったという方が正しいのかもしれないですけど、インターンに海外行くみたいな話、多分どっかで私は聞いて、とにかく私はフィールドが欲しかったんですよね。大学院は社会人大学院だったので、はい、学部3割他みんな働きながら来てるので、その刺激も多かったですね。自分は何も実地を持ってないから、早くどっかに行かなきゃなっていう焦りがありましたね。なるほど。もともとは大学生の時も国際協力の学科にはいたものの、途上国っていうところには行ってなかったっていうことが背景で、そうですね。だから早く現地に行って実際どうなのかみたいなところは見たいっていう焦りがあったってことですかね？そうですね。でも実際途上国とかで何かの制度を使っていくことっていっぱいあるじゃないですか、はい、なんですけど、自力で探しに行ったってどういうロジックでそっちに行ったんですか？そうですよね。私の場合はテーマ自体が結構難しくて、あー、そっか、国際協力っていうといくらでも多分ある、NPO も NGO もいっぱいいるし、それこそ JOCV でスキームを使わせてもらっていくことも学部でも無理じゃないじゃないですか、はい、で周りの子にもバングラデシュに実際行ってるっていう子もいたんですよね、 JOCV で休学してでもそうじゃないと、僕はもうちょっと先進国の再生可能エネルギーの政策の話とかを聞いてて、そこがフォーカスポイントだったので、それと掛け合わせてる事例ってどこにあるのか知らなかったんですよね。でずっと探しながらうねうねうねってしてるうちに東日本大震災が起きて、で3月11日に衝撃的な日本の福島の原発が吹っ飛ぶっていう悲しい出来事をちょっと私には忘れないですけど、そういうことか。あれをきっかけに本当にどうにか動かないとまずいなって言って休学して、はい、一旦いろいろアルバイトなりなんなり一旦止めて、でどうしようっていう感じになったんですけど、そこから東北の気仙沼南三陸あたりの沿岸部の被災した子どもたちの石巻もですねを支援する NPO にご縁があって、はい、そこの最初のプロジェクトを携わらせてもらって、はい、東北にいきなり来ましたね。あ、そうなんですね、はい、じゃあそこのプロジェクトはどういうことをするような感じなんですか？そこはもう学習支援という名目で子どもの居場所づくりをして、公民館借りて地域の人にもサポートしてもらって、はい、被災した子はそこにお金も何にもいらないから来ると、はい、でそこに僕らみたいな大学とか大学院生がもう常に来て、放課後の自習室みたいな雰囲気なんで、でそれやりながら貧困とか子どもの権利とかすごい興味があったし、大事なテーマだったんで行ったし、震災に関われるっていうのは休学するきっかけだったので、はい、よかったんですけど、再エネが全然欠落していて、そもそも大学院進んだのにそこができてないなっていう思いで動きながら悶々としてましたね。やっぱそうなんですね。じゃあやっぱり再エネとかそういったところは自分の中では必要だなっていう風に感じてたんですね。そうですね。ありがとうございます。じゃあ実際そこで震災があった後 NPO とかで働いてたと思うんですけど、実際海外のインターンっていうところもしたわけですよね、はい、そうですね。それはどこに行ったんですか？それはバングラデシュのグラミン銀行という、マイクロファイナンスという手法でいろんな貧困を解決しようっていうようなアプローチ取られてますけども、グラミン銀行って基本的にはお金貸し、何の担保も出せないような方たちがお金借りるようにしたというのが新しくて、そこがグラミシャクティという太陽光をですね、バングラデシュ全土に設置までしていたので、そこの現状とかをまず見たいなっていうのでインターネットで探してきて見つけました。そうなんですね。募集要項が出てたって感じなんですか？いえ、出てなくてグラミンシャクティ見つけたはいいものの、誰に相談していいやらも分からず、確かにそうですよね。グラミンシャクティのホームページの応募も出てないから下にたどってってインフォのメールに入れてそこにメッセージを送るしか方法がなかったそれでメールを送ったんですね。送りましたね。それはもうインターンやらせてくださいみたいな、興味があります、インターンしたいですみたいなメールを送りましたね。実際どうでした？返信来ました？全然連絡が来なかったので、はい、その状態で待ってても自分は足踏みしてるだけだし、進まないなと思ってもう一通2週間後とかに送ってそれで帰ってきました。帰ってこないですね。帰ってこないんですよ。これが途上国かと思いましたね。ちょっとイラッときてたのもあるんですけど、同じメール5通ババババってそしたら多分1週間ぐらいで帰ってきて、リターンに来ていいよみたいな、そんな感じだったと思うんです。あ、そうなんですね。じゃあ実際それ受け取って実際行ってみてどうでした？楽しかったですか？バングラデシュはものすごい過酷だし、あ、そうなんですね。日本人が住むにはあらゆる環境が違いすぎて大変で、インターンの期間を過ごすのが大変でしたよね。あ、そうなんですね。基本的には何が一番大変だったんですか？お腹も壊しますし食べ物も基本的に脂っこいし、あとはまあぼったくられるし、喋ってる言葉も分かんないし、あらゆることが違って大変だったっていうのがあるけど、でも1ヶ月のそのインターンやっと行けたんで、しかもグラミーのオフィスにも行けたし、半分大変半分刺激的みたいな感じがその1ヶ月でした。あ、そうなんですね。え、何したんですか実際向こうで？実際にしたのは実地を見せてくれみたいなことで、行ってすぐマネージャーの方に言ったんですけど、どこにどういう計画で行きたいんだみたいな、そこまでもちろん詰めてないし、準備不足だったのがあるんですけど、プラスベンガル語っていう言葉でバングラデシュの場合はみんな喋ってるので、ベンガル語喋れるのかと、当然喋れないとじゃあコミュニケーションを君は英語でやらなきゃいけないね、通訳が必要だねということで通訳を手配したりとか、まず準備で多分1週間ぐらいやばっ気がするんですけど、毎日オフィス行って1週間目はそんなマネージャーとのやり取りと、街に出てってその辺で5円ぐらいのお茶を、チャド缶っていう日本でいうコンビニみたいのがあるんですけど、そこでこうミルクのお茶を飲んだりとかしながら1週間過ごしてましたね、まずは。あ、そうなんですね。じゃあ2週目からだいぶ仕事に慣れて。そうですね、通訳も見つかって地方に2か所ぐらい行ったんですけど、その間に1人JOCV の方に友達経由で出会えて家泊めてくれたりとか助けてくれたんですけど、日本語喋れるベンガル人を見つけてきてくれて、あ、そうなんですね、力になってくれるよっつって、ちょっと頼りすぎたらそのJOCV の人に怒られたりして、まあでもグラミーシャクティの実地に行って、なおかつ集落に住んでる子供と掛け合わせようかなと思って、学校でワークショップみたいなのを日本語喋れるベンガル人の方に手伝ってもらって、太陽光が導入されたらどういういいメリットあるかなみたいなこととかをアンケート調査みたいな形に一応しました。え、そうなんですね。どうやってアウトプット出そうかなと思って。なるほど。その時に子供の支援をしてたので、子供との掛け合わせでやれたらなっていうふうに思って、そうでしたね。なるほど。え、じゃあその後は就職していったって感じだったんですか？その後は、あと修士論文書いて修士課程として終わりなきゃいけないので。就職するかどうかですけども、自分が今までこうやってきたものをどうやって形にするかっていうところが重要だったと思ってて、でもやっぱりこの分野でやってる人っていないなと思って、たまたまなんかのイベントかなんかでフェアカーボンオフセットっていう排出権関連のカーボンコンサルみたいなことを途上国で削減した分を排出権として取引するみたいな、そのまさに研究レベルのところをやってるコンサルなんですけど、そこが事業化をしたくてバングラとグラミーシャクティといろいろやってるみたいな話を聞いて、これじゃないと思って、たまたま日本のコンサルに出会えて、その代表の方と話してる中で大学に終わるんであれば、うちでどうですかっていう話をしてくれて、当然私学部の時もそうだったけど普通の就活をしてたまるかと思ってたので、そうやって自分の出会ってきた人たちの中で掴もうとしてたって感じですね。そうなんですね。じゃあ実際そこでバングラにもいらっしゃったって感じなんですか？バングラに行きました。ペアさんで働いてたのは1年間、これもまたその中の半年ぐらいが現地に私がいた期間で。すごいですねじゃあ1年終わった後はどうされるんですか？半年の業務やっていく中で、修士を出た若造がコンサルのいろはのいいぐらいのことしかできず、仕事をするという意味では会社に対しての貢献度もすごい低かったし、もうちょっとしっかり学ぶもそうだけど仕事を進めていけるようなチームでやっていきたいなっていう、コンサルでピンとしてやるのはなかなかちょっと難しいので、働き方をもうちょっと変えようかなってことで転職しましたね。あ、そうなんですね。転職先はどこになりますか？転職先はこれもまた似てる調査業務を環境省の調査業務でやってたところで、アミタという産業廃棄物の事業ですねと、当時新規事業で地域づくりということで循環型の社会を作っていきましょうみたいなモデルをどんどん進めてたので、そこのチームに入れてもらったんですね。調査業務はパラオの方なんですけど、パラオのチームに入ったって感じですね。あ、そうなんですね。その循環の話の中にバイオガスの発電設備が一つあって、まあそれも再生可能エネルギーの一つなので、それをも面白いなと思ったし、地域づくりもやりたいし、網田も有名なので、すごいいいなと思って入れたわけですよね。なるほど、はい、それでパラオでやっていくような感じなんですかね。はい、パラオで調査業務をそれをするにあたって、バイオガスは生ゴミとかを使うので、それをインプットしないとエネルギーが取れないっていうことになるので、はい、そもそものゴミの調査を、どのゴミがどれだけ出るかっていう調査をしなきゃいけないと。でその調査をパラオでは鬼はやってましたかね。なるほど、ありがとうございます。アミタのパラオ事業の触りをお話しいただいたんですけど、次の動画ではそこを深掘りでどういうことをしていくのかみたいなところをちょっとお話をお伺いしようかなって思ってます。この動画が面白いなと思ったら、是非グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。